こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはこちら。スパロボの歴史。スパロボ Z での新規参戦作品の歴史よ。スパロボ Z だとかなりありそうだな。そうね、スパロボ Z だと新規参戦作品は9作品ほどあるわね。そんなに新規参戦してたんだな。スパロボは毎回新規参戦する作品が、主要ユニットになることが多いから。今回は何が主要ユニットになるか楽しみがあったな。確かにそれで、最後まで活躍するユニットが参戦することが多いわね。今回はそんなスパロボ Z から、1スパロボ Z とは ?2 新規参戦作品紹介の2つを解説していくわ。今回もすごく楽しみだな。それでは、ゆっくりしていってね。それじゃあ、まずはスパロボ Z について解説していくわ。お願いするぜ。前作の第3次スーパーロボット対戦アルファ主演の銀河から約3年ぶりに発売された作品で、開発も第3次アルファの開発終了後にスタートしていて、制作期間に3年が費やされているわ。アルファから3年も経っていたんだな。本作のみで話そのものは完結しているけど、ゲーム中は愚かクリア後にも何の説明もされないキャラクターや設定もあって、またパッケージの裏面や広告展開では新シリーズ始動と紹介されていることから、明らかに続編を匂わせる形になっていたわね。こうして Z シリーズになっていくんだな。シナリオ中盤における自軍勢力同士が本格的に対立するという、シリーズでも異例となる展開が話題となったり、オリジナル的キャラクターが個性的すぎたり、主人公の一人である節子がかわいそうすぎて辛かったり、イフルートというほとんど新救済ルートが存在したりと、かなり話題になった作品になるわ。Z はシナリオ的にもやっていて飽きなかったぜ。それと完全新作において9御三家が揃う最後のスパロボで、神谷ゲッターや石丸マジンガーなどは見納めとなるわ。また参戦してほしいんだけどな。そしてスパロボ Z での目玉システムとしてトライバトルシステムがあるわね。アルファシリーズにおける招待システムのブラッシュアップ版ね。ユニット3機で1招待を構成してコストを考える必要がなくなって、より自由な編成ができるようになったわ。そういえば、アルファではコスト制限があったな。また、状況に応じて3つのフォーメーションを使い分けることができるわね。これにはそれぞれ相性があって、相手に対して有利なフォーメーションだった場合、ダメージが上昇したり一部の能力を無効化させることができるわ。なるほど、どんなフォーメーションがあるんだ?まずはトライフォーメーションね。招待帳を先頭に招待員が縦一列に並んだ陣形で、この状態でのみ、特殊攻撃トライチャージが使用可能になるわ。トライチャージとはどんな攻撃なんだ?トライチャージは全体攻撃の一種だけど、バリアを貫通することができて、敵招待のユニット数によるダメージの減少が起こらないわね。バリアを貫通してくれるのは、ありがたいな。見た目は前期による一斉射撃だけど、弾薬や EN を消費するのは招待帳のみよ。招待帳しか消費がないのもありがたいぜ。通常攻撃を行う際は、招待員による招待攻撃が発生しないわね。招待員による招待帳の援護防御が可能よ。また、トライチャージは主に原作に準じた編成によっては攻撃力が上昇するわ。状況に応じた編成で対応ができるんだな。次はセンターフォーメーションね。招待帳の前に招待員2機が並んだ密集陣形よ。招待帳の攻撃と招待員の招待攻撃を敵1機に集中させることができるわ。1機で倒せない分を招待で補う感じだな。ただし招待員の攻撃力は大きく減少するわ。招待員による招待帳の援護防御が可能で、招待内にバリアを持つユニットがいれば前期にその効果が適用されるわ。まさか、バリアが反映されるのはありがたいな。次はワイドフォーメーションよ。招待帳を中心に招待員が左右に展開した陣形よ。各機が敵招待の対応するユニットを個別に攻撃するわ。攻撃力の高いユニットは一撃で撃墜できるぜ。敵招待が1を2機の場合は、攻撃対象のいない招待員は待機状態となるわね。そうなのか?攻撃はしてくれないのか?残念ながら、それはできないわ。招待員の攻撃力の減少幅は、センターフォーメーションよりも小さいわね。広く展開しているから、援護防御はできなくなるけど、招待員への全体攻撃やトライチャージによるダメージが大きく軽減されるわ。あまり撃墜されることが少なくなるんだな。それじゃあ、ここからは新規参戦作品の紹介をしていくわ。まずはオーバーマンキングゲイナーね。そういえば、これが初登場だったな。原作の舞台は一貫して地上だったから、パイロットの宇宙適応が低いわね。最終話を含めて終盤は宇宙マップが増えてくるので注意よ。スパロボは宇宙が多いから、それは痛手ではあるな。だからスラスターモジュールを装備して S プラス BA になるわ。そこから1400ポイント使用して S にするかはお好みね。招待員なら命中回避は捨てて装甲を改造かパーツで上げるのも悪くないわ。
オーバーマンは気力130以上でオーバースキルが発動して能力が上がるから、小隊長小隊員のどちらでも気力プラスを覚えて手早く気力を上げるのが効果的よ。それはすぐにオーバースキルを発動する必要があるな。パイロットのゲイナーの能力もありの、育て方次第では、スーパー系に劣らない火力を持たせることが可能ね。運動性も高い方だから、万能なユニットだぜ。最攻撃との相性は抜群だから、ぜひゲイナーに取得させたいわ。第二次スパロボ Z 破壊編ではオーバーヒートは封印されて、その代わりオーバースキル攻撃が分身殺法やーパン忍法になったわ。残と同じく、忍者に近い存在になってるな。ザ・ビッグ・オーセカンドシーズンね。まさかセカンドシーズンだったんだな。まずは前作に引き続きビッグ・オーね。ロジャーが文字盤のない腕時計に向かってビッグ・オー・ショータイム、と、コールすることで地下から現れるんだけど、その輸送には専用の鉄道車両プレーリードッグを使い、現在は使用されていない地下鉄の路線を利用しているわ。そんな、設定だったんだな。スパロボ Z だと陸敵 OS、味方ユニット屈指の耐久力、高い攻撃力、ネゴシエーター技能と至れり尽くせりね。だけど、対空が弱いからアダプター系紙のフスキークラフトは必須よ。本作に限らず、短期出撃性でない作品の場合、地上マップでは空を飛べない機体と一緒に編成する方が、他の小隊との兼ね合いの面で都合がいいわね。効率性を考えるとそうなってくるな。セカンドシーズンだとベックザ・グレート RX3 が登場するわね。なんだか、コンバトラー V あたりの要素があるユニットだぜ。ベックのファイナルプラザーの掛け声とともに T ボーンのトレーラーが変形して、下半身を構成し、その上に上半身を構成するダブの建設用車両が乗って、最後にベックの操縦するスポーツカーがパイルダーオンで頭部に合体して完成するわ。いろいろ言いたいことがある合体演出だが、ファイナルプラザーはスルーでいいのか？そうね、あまり突っ込まない方がいいと思うわね。スパロボ Z ではルート選択によっては一度も登場しないけど、ルート次第では2回登場するわね。一度は味方としてスポット参戦するけど、それほど強いわけではないから無理はしないようにしたいわ。やっぱり、パロディ要素が強いからそうなるな。次は宇宙大帝ゴッドシグマだわ。ライディーンと同様に武装のほとんどにゴッドがつくんだな。まあ名前がゴッドシグマだからね。空雷王が上半身、海冥王が右足、陸神王が左足を形成して、さらにビッグウィングと合体することで完成する巨大スーパーロボットよ。意外とシンプルな合体だぜ。スパロボ Z ではトリニティチャージがあるから、EN 消費効率が悪いにもかかわらず継戦能力は高いわ。他の要素はどうなんだ？ B 属性のトライチャージ武器と無双剣の使い勝手がいいから、後半にキラ剣が気迫を覚えれば、シグマブレスと無双剣と、全体攻撃のトリニティウィングの連発で場面を選ばず大活躍よ。トシアが隊長効果ブロッキングの発動率プラス 40% を持つから、小隊全員が高確率で切り払いやシールド防御を発生させるわ。ゴッドシグマにも剣とシールドがあるから、装甲以上の硬さを誇るわね。よっぽどの敵じゃない限り落とされることはなさそうだな。多人数乗りユニットでありながら加速担当がいないから、ブースター系は優先的に装備させるか、加速あるいは迅速使いの小隊員と組ませることね。さりげなく、移動に海適応があって、地形適応も海 A だけど、トシアが海 B 止まりだからパイロット養成でフォローする必要あるわね。パイロットが海 B だと使いにくさが出るな。ゴッドシグマといえば風見博士も紹介するわ。ゴッドシグマの開発者だよな。そうね。トリニティシティの最高責任者で、優秀な科学者であるとともに、土曜の大きい人格者でもあり、トリニティシティの大黒柱的存在なの。これだけ優秀すぎる博士なのにまさか裏切るとはな。そうなのよね。原作ではエルダーで優れた科学力を身につけたいという欲望から、まさかの裏切りをしたんだけど、Z でも地球を見限ってスカルムーン連合側に寝返ってしまうわ。しかもテラルやアフロディア、双葉に拷問めいたこともしていたよな。それを咎められてしまい、黒のカリスマの誘惑に乗ってしまったのよね。裏切った後は自らエルダー戦艦の指揮を取って戦闘を挑んでくるわ。終盤でゼウスと決戦した際、一度は撃墜されるも、次元力で即座に復活するの。なかなかにしぶといな。その直後にゴッドシグマの最終武器であるトリニティウィングで完全に撃破されてしまい、最後は戦艦を脱出したところをトシアたちに追い詰められるんだけど、それでも悪あがきをして彼らを殺そうとしたため、その様子を見かねたテラルに引導を渡されたわ。あんなにいい博士だったのに科学の力に見入られてしまったばっかりに。ちなみにこの時にキラケンことキラケン作の、博士、わしだ、可愛いキラケンだぞ、ワスパロボ Z の中でも名セリフとして有名ね。本人はいたって真面目に説得したかったんだろうけど、急に言われると笑わずにはいられないよな。他にもデスティニーのキラに、ついでにわしとお前でキラキラコンビを結成ってのはどうだは、
同作史上トップクラスの珍言になり、大いにネタにされているわね。しかもキラは無言でスルーだもんな。次は創世のアクエリオンの紹介よ。そういえば、この作品も初参戦だったな。キャッチコピーはあなたと合体したいでおなじみの、マクロスゼロのスタッフが結集したオリジナルアニメーション作だわ。確かに、マクロスゼロの要素は多々あった感じではあるな。スパロボ Z ではシナリオの中心にエピソードも多くて、キテレツな展開、印象的な必殺技や、不動源の強烈なセリフ回しなど出た作品のキャラクターたちの度肝を抜くわ。そりゃあ、あなたと合体したいとか言われたら驚きしかないぜ。システム上でもエレメントシステムはもちろん、複数人乗りスーパー系としては、豊富なパターンでの任意乗り換えなど、本作ならではの要素が再現されているわね。序盤は離脱を繰り返すためパイロットの育成がしづらく、イベント戦闘が最も多いため機体を改造強化しておかなければならないけど、その見返りはとてつもなく大きいわね。先に改造しても損がないっていうことだな。ソーラーアクエリオンはメインパイロットがアポロで固定されていて、タイダ天使族用の重要な戦力となるわね。エレメントシステムによりパイロット能力が3人の最高値になるので、PP をうまく配分すれば超強力な機体へと変貌するわね。確かに消費 EN はでかいけど結構重宝してたぜ。武装も特徴的なものが多いけどやっぱりなんといっても無限パンチね。とんでも射程武装だよな。射程がデフォルトで14だからね。これだけで雑魚やボス、近づくと厄介なオーバーデビル戦でも有効になるわ。とどめ演出ではアポロが月面パンチと称して敵を月まで吹き飛ばす演出が見れるわ。月の耐久力が心配になってきたぜ。次は超時空世紀オーガスよ。これにはかなりお世話になった記憶があるぜ。大ヒットとなった超時空要塞マクロスの、後番組として制作された超時空シリーズの第2作目ね。本作の一部設定は Z シリーズの主舞台軍多元世界の成立に不可欠な存在で、Z シリーズの世界観の主軸と言っても過言ではないわね。確かに、序盤から登場していたよな。それに機体もかなり強力だったぜ。まずはオーガスね。一見火力不足だが改造による攻撃力の伸びが凄まじく、フル改造で一斉射撃が5000を超えるわ。リアル系でも、かなりの火力だな。イベントでも攻撃力が上昇して、最終的に6000超えになるわね。15段改造では K の能力や S アダプターを組み合わせることで、一斉射撃の攻撃力がなんと1万に達するわ。まさかの火力で驚きしかないぜ。一斉射撃は弾数も豊富で、K が強運持ちで、資金補正もあるのでどんどん雑魚を殲滅していくのがおすすめね。フライヤー形態はリフター機能もないから移動力の上昇はあまり意味がないわ。ドライブ機の射程が短くなった代わりに P 属性になっているのが重要ね。それは、かなり重要だな。地味な変化だけど、一斉射撃の弾薬補助などに使っていけるわ。あと、マーヤ&リーアとのトライチャージは専用セリフはあるけど威力上昇はないわね。オルソン&アテナとのトライチャージは威力が300上昇して、オルソンとアテナはそれぞれ加速と直撃で、オーガス&K の弱点を埋められるから、同一小隊での運用が無難だわ。これはセットにしておいた方がいいな。ブロンコ2の改造を引き継ぐから、オーガスになる前に改造しておくと、改造資金が少し節約できるわね。それはありがたいぜ。次はオーガス2ね。オーガスとほぼ同等の性能を持っていて、パイロットであるオルソンの技量も高いわ。じゃあ、ほぼオーガスと一緒の扱いでいいのか？そうね、運用方法はオーガスと同様でいいと思うわね。体調能力の違いでオーガスほどの火力はないけど、裏を返せば女性パイロット相手にも攻撃力が落ちないとも言えるわ。なるほど、それはありがたい仕様だぜ。オーガスとの合体攻撃とトライ攻撃を活かすため、小隊員としての運用が無難ね。そういえば、合体攻撃があったな。とんでもない火力なのは印象に残ってるぜ。機体性能パイロット能力ともに高いから、小隊枠の余裕があれば別小隊を組むのもいいわね。体調効果の回避プラス 20% と援護攻撃を活かして、K のサポート役別化を狙っていくといいわ。サポート効果もあるのは万能な機体とパイロットだな。体調とするなら回避で飛行型の小隊員との相性は抜群となるわね。次は宇宙戦士バルディオスの紹介よ。確かアニメでは中途半端な終わり方をしたんだよな。そうなのよ。最終回で敵の作戦を防げず、30億人が大津波で死亡し、全く明日を救えぬまま終わってしまったわ。しかし、さすがはスパロボ補正。なんと Z では明日を救えるのよ。これも補正の中では結構有名だよな。でも、最終回を原作としたバッドエンドも存在するから一度は見てほしいわね。初見の時はかなり衝撃的だったぜ。それでも、イデオンやザンボットなどと同じく、かなり高待遇を受けていて、幻の必殺技バルディロイザーが映像化されたり、ほぼ未完だった作品を完結させるなど、歴代参戦作品の中では、最高の扱いとなってるわ。
そんな中で主役キノバルディオスね。大ターン3を彷彿とさせるデザインだぜ。スパロボ Z だと機体サイズが 2L ということもあって、数値以上に攻撃力は高いわね。特に、攻撃力と命中率が高いサンダーフラッシュが強力よ。スーパーロボットでサンダーって名前がつく武装はお約束な感じがするぜ。だけど、高い攻撃力の反面、燃費は極端に悪いから EM 改造と E セーブは必須よ。スーパーロボットではお決まりだな。B 武器は全体的に射程が短かったり、燃費が悪い大技だったりと癖が強いから、長射程の亜空間ビームやサンダーフラッシュ主体ならヒット&アウェイも欲しいわね。また、ワルディロイザーが追加されることを考えると、再攻撃も選択肢に入るわ。その他の特徴として、移動に海適応があって、機体やマリンの地形適応も海 A だから短期なら海に沈めて戦うことも可能よ。まさか、海で戦えるのは貴重だぜ。次は超重心グラディオンね。主に節子編で原作が再現されているわ。2期と同時参戦している都合でストーリーは中盤で終了するわね。そして超重心グラディオンズ A。こちらも大筋は再現されているけど1期同様エピソードのカットも多いわ。嘆きのロザリオが熱すぎるぜ。ヒューギ率いるゼラバイアが他の異星人と結託するクロスオーバーがあるわね。それ以外でのシナリオ上の扱いは優遇とも冷遇とも言えないけど、機体性能はかなり優遇されているわね。しかも機体はかなりかっこいいしな。主なユニットはまずはゴッドグラディオンよ。特殊能力重力シリン界で3ターンしか使えないわ。まさか、3ターンしか使えないとは。合身時には EM が全回復するから、グランカイザーで EM を、使い切ってから合身するのが理想ね。グラビティクレッセントが便利な武器で、動画が気合を使えるから序盤から強力な戦力となるわね。その後は節子ルートの主力を務めて、第28話で超重剣が追加されて、重力シリン界がなくなるわ。重力シリン界がなくなるのはありがたいぜ。だけど、第36話で水木とリールがパイロットから離れるから、ライフルとクレッセントが使用不可となって、超重剣の威力が下がるわ。それは、痛手だな。改造段階はソルグラディオンには引き継がれるけど、ゴッドシグマグラディオンには引き継がれないわ。次はソルグラディオンね。すべての武装がゴッドグラディオンより性能アップしていて、武装の射程使い勝手もゴッドグラディオンと変わらない万能機体よ。使い勝手が変わらず性能が向上しているのは、ありがたいぜ。全武器が最大射程2以上あるから、射程を伸ばすことによる恩恵が非常に大きいわね。最大の強みは6人分の精神コマンドが使える点で、動画がレベル62で覚醒を使えるようになると、さらに爆発力が増すわ。一つの機体に6人分の精神コマンドがあるのはとんでもないな。超重炎鉱山は第55話前半でゴーマを撃墜した後に追加されるわ。破壊力が高い分燃費は決して良くはないから、ソーラーパネルの他トウガにはいいセーブが欲しいわね。最後は公共紙編エウレカ7の紹介よ。原作最終話がシナリオ最終話の舞台となったり、原作再現も多く優遇されているわ。あーいキャーンフライ。だな。そしてニルバーシュはかなりの高性能で初参戦機体は強いの例に漏れない活躍をするわ。スペック2はめちゃくちゃお世話なったぜ。本作の主人公機であるタイプ0は最初はエウレカ。中盤にレントンがパイロットを務めるわ。攻撃力に問題があるため、やや非力な面があるわね。霊夢が言ったようにスペック2になってから本領を発揮するわ。確かレントンがメインとサブで能力が変わるんだよな。そうなのよ。そしてレントンがずっとメインで乗るのがスペック2ね。ニルバーシュの3つの形態の中では最も戦力が高くて、特にマップ兵器セブンスウェルの使い方が戦況を左右すると言っても過言ではないわ。エウレカに SP アップを取得させて覚醒を覚えれば早期に使用可能になるし、補給要員を小隊内に入れていれば連発可能になるわ。敵からしたら恐怖でしかないよな。そして最終話にて最終形態であるスペック3になるわ。改造はスペック2から引き継がれるので、改造しないと原作相応の活躍はできないので注意が必要ね。スペック2があれだけの活躍をするんだしまず改造はしているよな。スペック2とは性能がかなり異なるから運用にも気をつけないといけないわ。武装は格闘と全体攻撃のビームの2つしかないけど、格闘は P 武器で射程が14、10段階改造で6100まで上がるわ。ビームは射程が17で10段階改造で7300と、バリア貫通、サイズ無視までついているのよ。武装は少ないけど隙はない構成だな。その機体性能は味方内でも1、2を争う性能になっているわ。さすがは最終話限定なだけはあるな。それじゃあ、今回はここまでだわ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているよ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくね。皆のスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。